はい、こんにちは。先週 HC10 に変えたと報告しました。で、ダブルタップをすると、2、3回タッチするとこれがついてしまうという現象が、を報告しました。これ回避できます。実は、これですけれど、設定から、まず、設定いきます。ディスプレイ、ジェスチャー、ボタンっていうのがあります。その下の方で、モーションランチャーっていうのがあります。モーションランチのジェスチャーっていうのがあります。これですね。このページ。これがダブルタップで復帰とスリープの切り替え。はい。これです。これをチェックマークをオフにすることによって、ダブルタップが効かなくなります。まあ、上にアップル、スラップしてロックとかいろんな解除とかあります。右にスワイプするとブリンクフィードが起動しますが、全部これ外します。はっきり言ってこれほど邪魔なものを手ありゃしません。なので、これを外します。使いません。あら、よいしょ。使わないことにします。これが一番いいです。以上です。これによって立ち上がらなくなりました。一件落着。余計な機能です。